日はいつもと違うコストコに行ってきたので購入品を紹介していきたいと思います。まずはこちらのブスコパン、こちらが928円になります。普通の一般的に売っているブスコパンのお値段よりは多分 2,300 円お安く購入できるので、こちらよかったらブスコパン購入してみてください。はい、続きましてこちらの子供歯ブラシ、こちらね、ドラえもんの歯ブラシなんですけども、こちらが998円だったんですけども、クーポンが100円ついてましたんで898円で購入できました。こちらの歯ブラシは、全部で12本ついてるんですね。まあ、これはねちょっとプレゼントに購入しました。こちらのマスキングテープ24本入りですね、こちらが1898円になります。これは実はちょっと段ボールハウスのね作ってるんですけど、それの装飾としてね使おうかなと思って購入しました。いろんなね柄があるんで多分面白いです。オーガニックデーツですね、こちら私はこれは食べません。これはもう主人が食べるんですけども、こちら1298円になります。はい、続きましてこちらのチーズのり巻きですね、こちらが1498円になります。これは私が食べてみたかったんで購入しました。靴下5足入りですね、ニューバランスのものになります。こちらが5足で1238円になります。生地は結構しっかりしててクッションがついてて履きやすいんじゃないかなと思って購入してみました。続きましてはこちらのね、こちらもリピート買いしました、ラブクランチ 750g が1128円でした。お通じがすっごく良くなりました。でグラノーラって私ちょっとあんまりなんかごめんなさい、いいイメージがなかったんですよ。美味しいイメージがあんまなかったんですけど、これは本当美味しいですし、プレーンヨーグルトに混ぜて食べるともう抜群に美味しいのでおすすめです。ブルックサイド浅いブルー、こちらが1598円だったんですけども、クーポンがついてまして320円ついてまして1278円で購入できました。やっぱり前回アーモンドの方を購入したんですが、アサイがやっぱり美味しいので、こちらをまた購入させていただきました。以上でコストコ商品紹介になりました。来月頭あたりにいつもお友達を連れて一緒にコストコに行くので、その時はまた皆さんお楽しみにしていただけたらなと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。